ようやくすると頭が良くなる。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、今日は質問いただきました。ごっちゃんさん、58歳男性。自分のブログや体験などを要約してツイッターで発信するのと、人の話、ネットの記事などを要約して発信するのではアウトプットの効果に違いはあるでしょうか。なるほど、すごくいい観点が鋭い質問だと思いますね。と言いますのは、このアウトプット大全に要約するっていう項目がやっぱり入ってるんですね。要約するっていうのはどういういいことがあるかというと、脳トレです。これは文章を書く、ゼロから全く何もないところからのテーマで文章を書いてくださいと言われると、皆さんってことで書けなくなっちゃうんですね。もちろん文章をたくさん書くことで上達する、これは間違いないんですけど、文章力があんまりない人に、じゃあ文章を書いてくださいって言っても、例えば何か本を読んだ感想を書いてください、最近あった出来事を書いてくださいって言っても、まあ書けないですよね。少なくとも上手には書けない。そうなった時に、じゃあいい文章トレーニングってないのって言った時に、要約するという練習法があります。簡単なのは、まあ、この本の内容を要約してみるってことですね。例えばツイッターとかで1記事が140文字ぐらいで、まあ、半角だともうちょっと増えますけども、例えばこの本の内容140文字で要約してみるということですね。そうすると完全にゼロからじゃなくて、ここにあるものをまとめていくので、こうやってペラペラと見ながらちょっとこう文字拾ったりすると140文字ぐらいすぐいっちゃうんですね。だから文章の練習として非常に要約するというのはいいです。まあ、文章力を鍛える方法としていいです。もう一つは、今みたいなことをやっていくと、本を読む力っていうかな、読解力もすごく身についてくるんですね。なので要約っていうのはおすすめです。ということを踏まえた上で、今の質問を答えしますと、自分の体験を要約するのは簡単なんじゃないかなと思いますよね。私はツイッターの使い方は逆ですね。例えば映画を見た場合、ツイッターで3記事ぐらい投稿すると、800文字とか1200文字の映画評論が書けますね。140文字を3倍ぐらいに膨らませばいいだけだから、なんか面白い映画を見た時に自分が感動したポイントとか面白い気づきのポイントをツイッターで百何十文字でパーッと書くわけですね。あ、これも面白いわ、これも面白いわって3つぐらいあったら、もうそれで長いものができるので、私は逆の発想でツイッターで短く投稿したものを長くして文章を書くっていうことを結構普段からやっていますね。あるいはツイッターを使わなくても、まあ、私のこういうノートとかもありますけども、このノートとかをやる場合もね、短く書いたものを長くしていくってことはやります。で、自分の長く書いたものを短くするっていうのはどうなのかな、やっていてあんまり楽しくないんじゃないかなという、生産性がないって言ったら悪いけど、想像力を使わないというかですね、短くするものを長くするときはすごい想像力を使うと思うんですね。だから私をおすすめとしては、この後半の方ですね、人の話、ネットの記事などを要約して発信する方がいいんじゃないかなと思います。ということで、要約というものをアウトプットの練習、文章力の練習して使うといいと思いますよ。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。